知ってる？まだ何も話してないんだけど。そうじゃなくて、あんたにとっても有意義な話なのよ。あ、食いついてきたわね。じゃあ話してあげる。たまにね、見たものを一瞬で記憶しちゃう人がいるの。まるで写真を撮るように目に見えたものを一瞬で頭の中に取り込んじゃうんだって。瞬間視力とか直感像記憶とか瞬間記憶能力とか呼ばれ方は様々だけど、とにかく見たままに記憶できるすごい能力がこの世の中にはあるのよね。使えたらいいな。なんでスルーするのよ。突っ込むだって、やらしい。冗談じゃない。あんただってしょっちゅう軽口叩いてるくせに。はいはい、やればいいんでしょ。やれば。じゃあこの問題解けたらご褒美ちょうだい。キスがいい。なんだか急にやる気になってませんか先生。もしかして私がピンチ？っていうか勉強してる間はずっと縛ったまま。私の彼氏はちょっと変態で困るな。ごめん、全言撤回。ちょっとじゃなくてかなり変態でした。できた。採点して。どう？されたら分かったものも分からなくなる。先生、もう何が分からないのかも分かりません。
がとね。あとは自分でどうにかするから。あんたも自分の勉強しないと。火曜日からずっと私に教えてばっかりで、自分の勉強してないでしょ。遊びに行くとなればそれなりに準備したいし。うん、わかった。